ちょいよ、ライチジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、ブラスターハッキーやっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。これがですね、今世界上位でバカほど、ブチほど流行ってます。はい。なんかね、すげえ理にかなってるデッキっぽいんですよ。もう今世界上位ね、本当にこのブラスタータワーの方が多くなってます。はい。まあね、やっぱラバとか白撃とかがね、多くなってるっていうのもあると思うんですけど、まあなんかね、やっぱブラスターがすごく大型にはやっぱ強いっぽいですね。ブラスターがね、弱いカードっていうと、まあ、親衛隊とか、ああ、エリザイ来た。まあ、親衛隊とか、あとは、なんだろうな。よいしょ。これいけるか。熱っ。やべ。ブラスターの話したら脳みそがなくなっちゃった。いや、これでもマジで、めっちゃ熱いぐらいいけんな。はい。まあ、細かい系ですね、とにかく。で、単体系のこのエレジャイとか、ゴブジャイとか、なんかホグとか、まあ、そこら辺にはすげえ強いんですよ。なんで、よいしょ。いや、これもいいですね。そこにね、ポイズンと縦線を積んでおくことによって、もうすべてに対してね、もうほぼ負けるデッキがなくなる、みたいな感じらしいです。やばい！え？やばい、ちょっと待って。リトプリが。なあ、よかった。なんだよ。焦らせんで。で、まあ、ISP、ガゴとかで抑えてもいいし、もうでもね、これエレジャイはマジでね、勝ちなんですよね。ほんとに。エレルジャイとゴブジャイは、本当に勝てます、簡単に。そのくらい、ブラスターが強いです。でね、やっぱね、多分ブラスターと一番合う呪文はね、やっぱポイズンな気がする。なんかすげえね、速攻、っていうかね、やっぱ溶かす力はね、すげえ強いんで、ブラスターは。なんで、ここは低め立つんでいいかな。どうせタルが来ると思うんで。ボーボーポイして、しっかり食らわないようにしてあげて。よいしょ。大砲かな？やべえ、ちょっと待って。タワー食らわないように、こんな情けない迫撃になっちゃって、ごめんなさい、本当に。いや、でもなんかゴブリンがタゲ取っていい感じになってるか、もしかして。よし、いいぞ。いや、行ってこい、マジで。いいね、いいね、いいね。よいしょ。まあ、これでライトニング打たれたとしても、はい、こんな感じで、簡単にね、まあ、これ一旦達成出さないで見てみましょうか。ほら、やばいんですよ。で、しかも、エレジャイはね、一発に対しての反射ダメージが決まっているから、こんな感じで、やるとめっちゃいいんですけど、ちょっと。あ、いいですね。まあ、この進化撃もね、応援に使ってれば、いい感じになりそう。よいしょ。これで角度変わって、あ、これいっちゃおうか、一回。ちょ、さっきの全言撤回でいきます。まず、まずし、まずし。これ、ちょっと待って。これ、マジでまずいやつ来た。まあ、ライトニング待ってから行きたいですね。うわ、トルネも、来ないんだ。あれ、やべ、ボーイウッドが、手がちぼってる。まあ、ポイズン削りで頑張りますか。まあ、これ、ライトニング打たれても、しょうがない。やつでいきます。ポイズンでガンガン削っていって振り出して、入んねよ。ほら、オッケーオッケー。
でしょ。さあ、これはポイズンで、ライトニングギリ間に合いそうなんだけど、アイスピ、オッケー、素晴らしい。あっぶねあぶね多分ね、逆サイド、もっとちゃんといけた方が良かったですね。でも、迫撃結局入んないけど、ブラスターの防衛力やばかったね、やっぱり。さあ、ということで、まあ、あれですね、普通のタワーよりも、体力が、どんくらいだ ?700 ぐらいかな。4400。だから、600ぐらいか。少ないんで、もっとガンガン、あれですね、ポイズンで削っていく姿勢を見せなきゃいけなかった。普通のタワーの感覚でやるとちょっと最後危なかったですね。さあガゴー、タルパパ、おっとババタルババゴレか。これで左ライダー、そうですね、右ライドラなんで、さあ素晴らしい。これで左にね、立てちゃったりして、もう一体咲かしたアイスピーキング起動したいね。あ、これあれか、ブラスターだからできないのかな。うわ、強すぎてできないっていうやつだ、これ。まあ、これは、後当て、ガゴでいきますか。うわ、熱い。これ、リトプリまでいっちゃおう。いや、これ、マジで折れたな、絶対。ああ、熱い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 。よし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 。いや、めっちゃでかい。オッケーオッケー。いい攻め、いい攻め。ただ、ポイズンに対しての、このね、ヒーラーゴレの形もこれ、相手腹くくってケツゴレ右にしてきて、そっからの一発止めれればいいんですけど、まあ、ライドラを、ああ、そっちに来るのか。まあ、いっか。指出して、で、ボーポイ打つんですよね。で、ヒーラーに対してはやっぱりリクユニットを出さないっていうのがすごい大切で、基本ユニットはここ出さないでいく。います。で、ライドラに対してだけなんですけど、お、こういう防衛がマジで大事。いや、ガチで熱いぞこれ。ここはおそらくトルネードが来るんで、よし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 、で止めて、オッケー、素晴らしい。いや、これは、しっかり、こっちか。あ、寄らないんだっけ、これ。一応、こっち出しとくか。こんな変わんねえし。はい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 。で、ここも、ボエポイズン一応、うわ、待って。これ、だるいやつだ。ちょ、待って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 。勘弁勘弁勘弁。よしよしよし。いや、ただいいよ。これはギリ折れなそうなんで、しっかりここはエリクサ温存して、ハクッタフリ行こう。オッケー、素晴らしい。よし、来た。いや、ちょっとヒーラーに対して、進化技逆に弱いって言われになったけど。オッケー。いや、めっちゃいい攻めだったね。まあ、こういう相手はね、やっぱエリクサがない時とかと、スケドラですね、特に。がない時に、今みたいな特攻で回せるとね、折れる時があります。はい。よし、行きましょう。迫撃をね。まあ、初手迫撃あったらね、結構立てていいと思います。こいつはガゴに弱いんで、端前に縛いていきます。これあれか、対応しなくていいのか。特に出して、ペッコーですね。ペッコーに対してはね、ゴブリンだとワンチャン負けるんですけど、縦線がマジで強いんでね。オッケーオッケー。縦線出して、おそらくゴーストがね、敵に来ると思うんで、リガード受けて、素晴らしい防衛と。これはね、安全にポイズン打って、もしガーディアンが来たら、なんか押していこう。オッケー。これで、これワンチャンユーノが来るんで、ユーノか。おー、なるほど。か、アーチャーかな。これアイスピカウッドでね、飛ぶんで、オッケー、完璧。工場も潰したんで、まあ、ケツから、
ユーノもしくはゴーストを展開してきたらディガー合わせて、ベッカだったらリトプリ合わせよう。オッケー、もうだいぶねタワーダメージまくってるんで、むずいな。オッケー、これはポイズン打たれていいですね。でアーチャー割いて、まあ、これでリトプリがね多分出てくると思うので、それに対して暴行を打っていこう。よし完璧。オッケー、いいよ。これゴーストも持っていけそうだ。入ってる。いやーマジでいい、良すぎる。オッケーオッケーオッケー。キングにポイズン打ってるんだな。おそらく諦めだと思うんで、ラゴ行って、オッケー完璧や。いや縦線がマジで効いてる。よし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 、まあ、ガゴもねやっぱ今流行りの、結局アチャクイよりもねリトプリの方が今圧倒的に多いんですよね。アチャクイ使ってる人はマジで少ないかった。結局、まあ、まだリトプリのね環境は変わらないっていうところで、まあ、アチャクイよりもね若干ガゴは強いんで、はい、おすすめです。結構なんか特にね今環境多いのがなんかリトプリとか、あとアチャクイ、まあ着衣でもマジでいないかな。なんか空をね割とペラペラにしてるようなデッキ多いんですよね。コウモリプラスリトプリとか、なんかあやべめっちゃ前行っちゃった。コウモリさ、これがだるいんだ。嫌な雨あんのかな。嫌な雨チェッカー行きます。はいはいはい、いいよ。おっと、なんだこれ、スローだけかかってんだ。新鋭隊っぽいかな。そしてなるほど、コウモリがあったもんね。ここはたっぷりか。はいはいはい、コウモリに反応しなきゃいけないのがマジで結構厄介。浮き玉来んのかな、来ない。まあ雪玉でアイスピーは入りそう。オッケー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 。結構やかまし系ですね相手。一旦これミュートしないで聞いてみるっていうのも一つの手なんですよ。相手の進化コウモリよりもねちょっと早いんでタイミングは。いいよ8つ。これじゃあさすがにガゴで結構溶かせると思うんですけど、いやそうですよね、そうくると思った。はいはい、でこれ絶対延命してくるんでポイズンで持って溶かして能力でガゴね。これ進化コウモリが、あ違う進化助だったか、そういえば。はいはいはい、えいいよマジでいい一発。あー待ってガゴに見えた色が青で覚えてるんで、めっちゃ苦しい。出て出て、これはウッドだけ打ってバルーンよりもねスキルのリトプリの方が危ないんで、オッケー完璧。いやまあこんな感じね、棒っぽい。あれ待ってバルーン一撃もいってないやんこれ、すげえ笑ってるし。あそうだ、てかあの
このね、リトプリにきついカード、スケラと、あとラバーなんですよ。あ、リトプリじゃねえわ。このブラスターで守っててきついカード。で、いやいや、ラバーは溶かしやすいです、なんならって思うと思うんですけど、ラバーに対してはね、厳密に言うとラバーには強いんだけど、ラバーパピーが、マジできついんですよ。割れた後死ぬほどなんか、ディガーとか飛んでこなくても、めちゃくちゃダメージ食らうんですよ。なんで、あー、こっちかなー。やべえ、ちょっと待って。ちょっと待って、スケが、なぜ。いやー、これ内側だったかー。あ、これ消せるウッドだったらよかった。これ一発入ってたな。もったいねえ。さあ、まあ、ここはね、デリバリーと大砲があるんで、早めに攻めてもね、意味ないんで、一旦ステイですね。ロイホグきついなぁ。どうしようかなぁ。迫撃防衛で立てるのが丸いか。割と振り出して、まあ、ウッド、相手打ってるんで。もう、こっちで。おお、おもろいおもろい。いや、全部に当たってないし、迫撃どこ打ってんだ、だし痛い。なんでこんな痛いの。これ打っただけで対応させたくない。アイスピトスケ切ってるからね、相手。オッケーオッケー、いいよ。解放切ったんで、迫撃行きましょう。リトプリが、ナイス。チコスケか。いや、まず。大砲が来るんで、なー、偉すぎる。低めはこれまた来るか。ロイフグ釣りが来ないんかい。やりますやん。そんなエリクサなかった。サトラ、いやー、まずいですね。いいよ。ウッドまでは来た。マジでワンチャンある。これ内側で差し込んで、デリバリーがそんなに回らないことを祈りながら。いやいい、マジです。はっ、待って、いやー、ちょっと待ってや、リトプリじゃなくなっちゃってんじゃん。うっ、いやー、やばい、見込んで、待って、待って、待って、マジロイフグが、いやー、終わったー。アイスピ入ってねえわ。ちょ、私ロイフグくせー。ちょ、待って、今さー、いや、ガホ絶対、お前なんておい、途中までちゃんとリトプリ、あれさ、リトプリ消してたら絶対勝ってたわ、あれ。うわー、マジでひどすぎる。ずれちゃった。マジか。いや、マジだったね、今の。くっそ。いや、でもいいですね。組み合わせが。いや、でもロイホグ、どうなんだろう。勝ち方ありそうだけどな。まだ俺の吐き気はちょっと浅い可能性が出てきてる。さあ、行きましょう。いや、熱い。ああ、すんげえの来ちゃったよ。ワンチャンさ、いや、残んないんだよね。またゴレや。ゴレばっかじゃな。ちょ、マジでさ、この実写、ちょっと久々で、慣れなすぎて、なんか変な言葉がいっぱい出てきちゃう。
ポイズンなしでゴレを守るか。きつそう、これ。どうしよう。待って。ラフィク立てる。いや、立てないでいけないな。立てて。あ、一マス左でもよかったか。で、アイス、ん？アイスプじゃねえ。ライドラヒーラーが来そうではあるんですよね。ポイズン切ってるから。お、熱い、それは。よし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 。頑張れ頑張れ頑張れ。とかすとかすとかす。で、これでカウンターだ。あ、マジで飯食って。あ、これ待って。怪しいか。一旦これで。よいしょ。いけ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 。いや、マジで渋いか、カウンター。いや、これ。いけ。この4コスは、ちょっと熱そう。タゲ取れんのかな？頑張って、タルババぐらい。あー。よし、マジでいい。よし、溶かした。オッケー、これで、タワー折れるのはマジでかいぞ。相手は、腹くくってのケツボレがね、来るんで。ちょっと待って、これ。やべ、ビッグカード出したくなさすぎる。リトプリ出して、縦線はね、あんま出したくないんですよね。この辺いっとくか。トルネ来んなよ。オッケー。いや、これトルネのエリクサーなすぞ。いけ、リドブリ正解。ガチでうまいじゃないですか。でヒーラーいなかったわ、いけ、はい、オッケー、頑張ってんじゃない。オッケー。いやー、めっちゃうまいな。すごくうまかったっすね、 GG。いや、でもやっぱ、ヒーラーさえいなければ、ゴレはめっちゃ簡単。てか、本当に溶かすのがすげえ早いんだよな。オッケー、いいね。これマジで、迫撃しか使ってないとかね、高回転マジで大好きな人とかが使ったらガチで強いんだろうな。スキャラとかに出会いたいな。スキャラとかラバに。ポイズンがね、もうなんか、ブラスターで溶かしての全部防衛ポイズンが多分ね、めっちゃ強い。そんな気がする。手前がね、溶かせるのがね。でかい。さあ。うっ、シェーデンスムーキーだ。この人マジで、最初俺シャデンスムーキーって呼んでたんですけど、シェーデンスムーキーって呼ぶらしいんですよ。これガチで、ガチなんですけど。クルーキドからの、いやー、しかもこれエリポン置きたいんですけど、相手この攻めがクソうざいんですよ。オッケーオッケーオッケー。シェーデンしてる完全に。レッツゴー。ここね、エリポン立てられてもめんどくさいんで。うい、ガチでいい、これで。ポイズンてか、もう次ディガーが回るんで、え、強っ。ブラスター2発とアイスピリ死ぬんだ、ライドラ。マジで強いね。まあ、縦線とくか、暇だし。これで左に、ディガにトルネ使ったら、ガグは止まんないんですよね。なんで、スケドラを出さざるを得ないと思う。オッケー。そうすると、いい感じに止まると。でここは、あーつ、それ。マジで助かる。これは一体だけ竹取るようにして、アイスピ入れて、こっちだな。ライドラでまとめていかれるのすげえ嫌なんで。で、こっち右は絶対ライドラなんですよ。ここを、縦線も使ったんで、こういう攻めがマジで刺さる。で、これ、あとスケドラ後当てしかないんで、マジ溶かしして、右は内側入れて、で縦線が後から来るんで、縦線じゃない、タルババが後から来るんで、縦線追加。いや、マジでいい。なんなら今、これガゴ2が刺さる。アイドラしかいないから、アイスピガゴだったら刺さりそう。オッケーオッケーオッケー。これマジでやばくない？
ゴレに勝ちすぎてる迫撃で。なんかゴレってさ、今まで迫撃メタで使われてたんだけど、すげえ楽しくなっちゃった今。どんくらいだ今。あ、え、めっちゃ取ってる。楽しくなっちゃいました。これラストいきますか。楽しくなってきちゃうじゃないですか。これもう必要ないんだよね。これもう反射で、やっぱ7年の、中華4000年の積み重ねがあるから、反応しちゃうんだよな。やっぱ、ちょっと待って。ちょっと撃っとくると思うんで。終わったー。マジでやばい。止まれ、でかい、あっぶね。いや、待って。これクロスボウに対して弱すぎる。これブラスター、ただ削られて、ロケット2発勝ち込まれたぐらいの体力になってるもんな。1発か。2発は持ったか、さすがに。でも今2発打ち込まれたぐらいの体力ではある。どうしようか、これ。なんか一旦防衛迫撃立てとくのが基地みたいな、あれがあったんですよね。先に施設を出した方が、クロス戦に対しては、すごい有利になるっていう。頼むってなっちゃった。待って、アイスピが、びっくりした。アイスピがじゃねえ。迫撃のタゲも、なんか全部タゲ終わってたけど、ギリセーフだったな。オッケーオッケー。いや、これで、迫撃この位置に出したら、ファイバー食らわないんで、こういう時も絶対に防衛で立てる。先に立ちちゃうんですよね。こんな感じで。10襟になる前に立てて、迫撃がね、立ってる。そう。ファイバー削りしてくれたら一旦ね、クロスのターンが落ち着くんで、とは限らない。でもこのね、麦、いけるか。まあ、クロス来たら進化アーチャーがね、ほぼ100で来る。一旦立て先制化して、ああ、オッケーオッケー。そしたら、ね、右のケツからリトクリ流して、一旦削りたいか、これ。追いつけくる、オッケー。ワンタイミングポイズンで、こんな感じになっちゃうんすよね。いや、マジで悔しいな、これ。いや、グッとくか。ちゃんと延命してくるタイプ。やばい、ちょっと待って。いや、ほんまに。おい、いけ。あっ、弾けた。ちょっと待って、待って。クロス、ね、クロスにブラスター弱すぎない？なんなら。ギリセーフか。ギリセーフか。ギリセーフか。持ってる持ってる。オッケーオッケー。これ絶対ないでくるでしょ。ないでくるの分かってるよ。ロッドも、しのぎはした。これは、さすがに相手、ちょづいた可能性ない。オッケー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 。ちょづき師がいる。ちょ、耐えろ、リトブリ、にゃー、うわ、全部拾われてる。いやー、ちゃ低め偉い。からのね、からのテスラが。もうね、いいですか？はい、ってことで、あの、クロスに対しての激弱、これクロス流行ったらこいつ終わるな。あー、クロスいいんじゃない？環境。そしたら、ね、なんかね、迫撃も結局、ディガ飛ばさなきゃいけないし。なので皆さんね、あの、クロスおすすめです。はい。ってことでね、皆さんクロスボウ使いましょう。今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。